い、水玉です。またちょっと趣がね、今までと変わって、そうですね、また違います。爽やかですね。もうこちらもすごく和紙を楽しんでいただける日傘です。はい、これ二重張りになってますね。はい、裏と表で印象が全く違うのですが、そうですね、あの外側は藍染めで染めた和紙を使っています。で、内側は、なんて言ったらいいんですか、すかしですか、ホキ工房さんの和紙ですね。ホキ工房さんの和紙です。ホキ工房さんが得意とされる、そうですね、すかし和紙ですよね。はい、これを一番楽しんでもらいます。はい、表も内側もホキさんの和紙を使った大変贅沢な和紙です。しかもこの藍染めはその和紙にしてから藍に染めたパターンではなくて、ね、繊維の時点から、そうです、そうです、という、もうきっと作られないだろうと思われる、貴重なものです。はい、ほんと贅沢な。で、またこれ分かりますか、糸かがり、はい、今までとまた全然模様が違うんですけど、これ高橋さんいつもあの日傘の糸かがりが、はい、遊ばせてもらってますよね。いろんな、うん、かがり方があっていつも面白いなと思うんですけど、はい、今回もまたちょっと変わってます。本当にすごい。